ハンガリー万歳。作品332は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカシュネル。1866年の広島戦争に大敗したオーストリア帝国は、翌1867年にアウスグライヒを実施して、ハンガリーの自治を容認し、オーストリア・ハンガリー帝国として、帝国構造を改変した。あっけない敗戦によって、オーストリアの威信は、 急速に低下し、もともと帝国人口の半分に満たないオーストリア人のみでは、もはや諸民族を抑えることができなくなってきていたため、ハンガリー人と協力することによって、他の民族を抑えていく道に切り替えられたのである。その2年後の1869年、ワルツオー・ヨハン・シュトラウス2世は、ハンガリー12周年を祝って、桁書きハンガリー国民のために、このハンガリー万歳、 を送った。初演は、ペシュトのヌレドユーテンカンのコンサートで行われた。コーダには、ハンガリー独立の投資として、英雄視されるラーコーチフェレンツ2世を称える、ラーコーチ更新曲が引用されている。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴の上 P284、ABC 加藤 P202。ありがとうございます。